皆さん、こんにちは。ダンスと笑顔で、久しぶりで、地球は明るく、テラス、ささやくんだった、マリコチャンネル、片手で難しいです。今日は、またまた、リップスティック。いうか、ささやかなくていいんだ。別に雑談だから。雑談だから。本当ささやいた方がいいね。ささやくて大変だよ、ね。なんか。そうだよね。あの肺活量ですか、これ。あ、そうなんだ。じゃあいいんだね。体に。ささやくて大変なんだ。そうなんだ。だからせいですね。本当に肺活量が入って。このプラスとかマイナスって別にどこにどのぐらいでやるといかいいの？それ、あれ、ヘッドホンのボリューム。ヘッドホンだから別に録音は関係ない。関係ない。あ、そう。絡まらないっていう噂のブラシ。噂のブラシすごいよ。濡れててもすごい。そうなんだ。かわいい。世界中ですごい。色がバービーっぽい。色もいろいろあるの。この色。この辺どこ。アンジだ、絡みすぎる。そう、絡みすぎるんだ。濡れててもか。あ、でもそれいいかも。すごい。やっぱ髪の毛のツヤがね。だからそれでちょっと溶かせばいい。ツヤが出る。うん、そうそう。だからブラシングが一番。今日平野ノラが出てたけど、やっぱりツヤが良かったな。メイクも変わってた。うん、でも普通の時だから。本当に絡まる。絡まってる。すげえいいよ。何それ使ってる。もういいよ。こっちやっちゃう。これどこで売ってんの？アマゾン。アマゾン。やっぱりアマゾン。細いんだ、この毛先が。なんか20毛先が細い。汚い。二重になってる。短いのと長い。ああ。歯ブラシみたいな。コメントによく、正義さんと笑い方が似てますねっていうの多いけど、笑ってる。そうかな、そう思う。笑ってんだ。いつも笑ってる。笑ってごまかす。笑ってごまかすっていう。セチコ方式。DNA が。笑ってごまかす。そんなコメント多いな。俺なんかあれで世界中でキュートとか言われて。キュート、ね、すごいよ。そうキュートみたいな、うん、ずっとだよね。どこが可愛いんだ。笑ってるから。笑ってるからか。そうだよ。みんな笑わない。笑わないじゃん。顔が見えない人が多いね。まあ顔出してないとか。そうキュート。
あ、でも私も可愛いって言ってもらった受けるか分からない、分かんない、本当に分かんない、世界中の人が、世界中の、本当に世界中、おじさんでもね、おばさんでも、おばさんでも分かんない、でまたそれが好きだからいいんだよね、何そうね、やってることが好きじゃん、うん、っていうこの音フェチとかその撮ってるの、うん、だって俺ずっと撮ってるからね、どうバンドなんか昔から撮ってる、そうか、でもバンドのビデオが一本もないじゃん、なんでないのかな、僕は捨てちゃった。俺はそういうの昔のやつどんどん捨てちゃうから。あれだよ、あの最近のバンドなんだっけ、あの魂って歌あるじゃん、俺の。ああ。ヒットしてる。毎日歌ってください。俺はいて。うん。僕たちの、ま。毎日。魂はってやつ。そうそう。毎日歌ってるよ。へえ、そうなの。魂を歌ってくれる。なんだ、癒される。もう一回。僕的な魂はどこへ行ったのだっけ。そうそう、初めどうだっけ。忘れちゃった。でも自分の曲ほとんど忘れちゃった。忘れちゃったよ。それでも僕らはアジアか。それでも僕らはアジアか。あれいいんだったな。でもなんか、なんだっけ、動画、うん、動画だっけ、なんか一番聞かれたの2位はニルバーナーだとか言ってた。誰このニュースで。あれなんだっけ、あ、ビデオのやつ、ビデオじゃなく、ビデオっていうかなんだっけ、ビデオクリップみたいな、配信、こうスマホとかそういう CD じゃなくて、うん、パソコンっていうの何、なんとか配信の、ね、ダウンロードってやつ、ダウンロードじゃなくて、なんだ、一番聞かれたみたいな、 NHK で言ってたよ、うん、1位がガンズだったかな、あ、そう、ロック、じゃあロックの、うん、だからロック聞くじゃんと思って、2も2番だった、うん、今年一番、なんかあれじゃない、なんかテレビの主題歌かなんかになったんじゃない、なんていう曲だったか忘れた、ほら、あれはなんか全然違うからね、さあ、ほら、ほらっけ、うん、すぐ出てこい、クイーン、うん、クイーンは映画やったからさ、クイーンはわかるけどさ、なんでかな、ちょっと確か昨日 NHK で言ってた、だからその世代の人が聞いてんのかな、そうだね、またでも若い人そんなに若い人聞かないの、何を聞いてる、まあ、お日本はアニソンだ、アニソンか、アニソンとは何だろう、なんとか現地だ、ああ、NHK に出るって言ってて、あ、出ないっていう人、出てこない、米津玄師、出そうなのね、なんで出ないの、あ、なんか言ってた、なんか YouTube で見たら、あ、でももともとあの人 YouTube みたいなの出してニコ動、ニコ動、あ、あれだよ、ニコニコ動画、あの初音ミクみたいなさ、ボーカロイドのって曲やってた最初、
アニメの。アニメっていうか、なんかボーカロイド。機械で持ってた。あれでハチっていうミュージシャン。それで売れた。売り方だよ。あ、そっか。戦略だよ。YouTube 戦略。やり方だね。でもなんか女芸人のほら、うん、ダブルっていうのだったかな、テレビでほら女芸人のなんか1位を決めるやつ、うん、見てたらさ、優勝は阿佐ヶ谷姉妹だったからさ、わかんないよねおばさんいけるじゃんみたいな今おばさん来てるかとか思っちゃってもう天狗になってるおばさんだって もう天狗になってる。まだ私まだ400じゃいくつだっけ。400だっけ。あ、400。そう、すごいね。450ぐらい。すごい、すごい。500、300になるといいなって言ったら400、ね、400になったら500。ありがとうございます、皆さんのおかげです。まだiPhone 買った方がいい。 iPhone10 かい。 10 の安いやつあるじゃん。なんだ、ASR だかな。 ASR、 何が違うの。なんかあれが違うって言ったかな。マイク、あれカメラが違うって言った。やっぱり違う。そうか、それ買うと何が違うの。画像が全然違う。綺麗な、やっぱ綺麗に撮らないと絶対ダメや。あ、そうか、見たくないか。そう、やっぱりダメ。それじゃなくたってみんな一眼で撮ってんだからさ、普通の人は。ああ、そう。私自分のパソコンで見たことないもんな。パソコンで見てる。でもパソコンではほとんど見ないよ今の人。あ、そう、スマホ。スマホ。あ、そうか。暖房止めなきゃ。そうだよね。私もうちで音ヘチ取ってて、だストーブで、そう、太陽が2階で、うん、あ、ストーブつけたな。うそ、音がする。ゴーって。なんか物探してるとかさ。そういうのがいいんだよ。あ、そういうのがいいって言ってた。自然なね。そう。ボールの椅子をガラ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 する音とかさ。マスクを取りに来たとか。水の音してるか。水の音はいいね。だってまだ買ってそんなに取ってないよね。俺もさ、だからさ、液晶割れて。なんで？それで保証つかないんだよ、アップルって。液晶に。液晶って簡単に割れるから。保証なんかな、モニター買って。それでだって修理代6万いくらとか言ってさ、6万いくらってやつ。やっぱり入ってくると出るね。アップル嫌い。もう相撲つかないって珍しくない。あの、だからみんな落としたりすると割れるから。つけない。1年ぐらいつけてもいいじゃんね。そうそう、絶対そう。だからみんなアップルケアって言ってお金払ってその保証つけるんだよ。それつけなかった。あー、ソフマップで買ったから。ソフマップにも言ったらさ、つかないって。へえ、やっぱね、パソコン買うときは5年保証つけた方がいい。あ、失敗した。
いつもそんなことないからってね。あでも前さ買うときはさ、前のパソコンって持たなかったんだよ絶対に。5年持たないから絶対つけたんだけど。へえ、だってまだそんなに経ってないですね。そう、すげえショック。アップル嫌いでしょ。なんでだろう、強気なのかな。強気ってか、だからやっぱ落としたら割れるもんだから、なんて自然保障とかじゃないからな、故障じゃないからさ。あスマホもそうだ。スマホもそう、だからみんな割れてるじゃん。割れてるの持ってるね、若い子。だからみんなあれ直すと高いから、ね、使えるから、ね、使えるって直すとすごい高いから、みんなそう。あれわかるよ、俺だったら iPad は割れててそのままかな。そんなもん入ってくると出る。え？入ってくると出るの。入ってくると出るっていうか。でもすごい面白かったのは、その時あのジュエリーの社長さんと話してたんです、ずっと。うん。その社長さん、あの QBC とかでジュエリー売ってる社長さん。よく私アンジー生まれる時見てたな、面白い。それで、うん、その社長さん の相談を打つってやつ。だからもうテレビで売れないんだって QBC って。ああそうか。で結構半分ぐらい持ってかれるし。あテレビ、ね、でテレビダメだからって。 YouTube か、うん、だから YouTube とかさ SNS とかしていく。でもやっぱワクサーチぐらいだから IT が弱いから。あえ、なんでその知り合ったの？あれ、だから、あ、天の会計。うん。天の会計の、うん、社長さんが、うん、だから、YouTube の税金やってるじゃん。ああ、うん。だから、あ、それで？だから紹介。あれ、なんか欲しくなるんだよね、見てると。でも、なんか、絶対売れなくなった。そうか、テレビ見ない。それでだってあの買う人決まってるんだって。ああそうだろうね。それで買う人はこれもこれもこれもって買ってたって、それでだんだんいっぱいになってくる、返品しちゃうんだって。やっぱりいらないんですね。あだからそういう、それで年齢層が高すぎるんだって。あだからそれ以上その人たちはもうだんだんいなくなるから。あそうか、考えていかないと。そう、本当にそう思うよ。でも安いのとか持ってんだよね、あれ QBC って。売ってるけど、だからやっぱりね、あんな、ね、QBC とかで出したらやっぱかなりお金取られると思う。そうよね。ああ。そうか。でもね、YouTube とかでは商売はダメなのかね。うん、商売してるじゃん、みんな。あ、そう、売ってもいいんだ。売ってるじゃん、みんな。あ、そうなんだ。案件でやってる。どんどんなんか LINE とかいろんなのに入ってくるもんね、今こうキャンペーンとかでさ。あそう、H&M とか。あそれあれじゃない、会員だからな。会員になると LINE の登録になってるから、ね、そうそうそう、面倒くさいから入らない。きっとそういうみたいにしていけば、同じ好きな系列の人がね、だから本当にぼーっとしてちゃダメ。どんどんね。だってなんかカードで買うようにな、なんだっけ、政府ポイントも返ってくるって、ね、だからうちだってカード使えるぐらいしない。カードの方、ああそうだよね。それか、だから QR 決済で。QR コードでケース、あれソフトバンクだったかな。そういうふうにしないと置いてかれちゃうね。だからお金はどうなっていくんだ。ん？お金っていうものあんまり触らなくなっていくのかな。だから電子マネーってなって5円とか10円とかさ、あれ税金対策もあるんだよね。
なんで？だから全部税金が乗るじゃん、数字で。ああ、だから裏金がなくなる。あ、なるほど。お金の動きがみんなそのデータで出てくるか。あ、そうだ、なんかさ、耳を触るのやってくださいって言われたよ。それを、それを教えてもらって。こうやって、こういうの、どうやって手にクリーム塗ってさ、こう塗ってこうやってこうやってシューシュー。本当は、ね、モニターがあればいいんだけどね。あ、モニター、できないからね。あ、音を聞くってこと？あ、でも今クリーム塗ったんだ。本当はそれ、この音がどんな方に聞いてるか分かるっていう。聞けばね。なるほど、なるほど。あったりとか。モニターもないからね。本当はだから、ハブね。ハブね。そこ平らにしないと、今度は。あ、そうかそうか。ちょっと待って、ちょっと待って。適当だからダメなんだな。私の iPhone 割れてしまう。お、こんな感じか。そっか。そっか、寝よう。そういうリクエストに答えるといいね。そうそうそう、教えてくれるね、うん、あれやってください、これやってください。耳ほじるみたいなさ、耳かき耳の周り持ってきたんだよ。そう、耳かき、そこで耳かきこうやって。でもさ、マイク、あ、ここに一番いいのは梵天って言って、これをこうやってこうやってこうやってすごいいいです。それがいいのか。カサカサです。これじゃなくて。そうそう、それじゃダメ。それじゃあんまりしない。これだとあんまり音しないだろうね。これが一番音しない。こうやって、やってみる。ちゃんと後で聞いてみればいいと思う。ああ、そうか。あの、もっとモニタリングできればいいんだけど、音が出ない。ここに穴あるよ。私は。ああ、そうかそうか。今のは聞けないけど、6だから聞けるかもね。あ、そっか。そしたらラッキーだ。あ、でも、普通の喋っちゃう。聞ければラッキーなんだこれがさ、耳のマイク、耳の形してるっていうのもすごいよね。うん、これがスタンド。本物のやつは耳の形。かわいい。
ごしょごしょって。来てるからダメなんだ。ダメだ。なんで聞けないんだ。マイクで拾ってるから。これが、あ、そっちに行ってるからか。なるほど。これで一眼とか買ったらすごい。え？一眼レフ。一眼レフだとできるの？え？一眼、みんなだってこれ一眼で撮ってる。一眼で撮ってんだ。みんな、GH5 とかいうのいいやつですが、すごいね、だってなんかスタジオみたいなとこで撮ってたりする人もいるよね。女の子ね、みんな、うん、びっくりした。あれプロ、こんなとこで撮ってんのとか。あれね、びっくりした。あれモデル事務所は全部入ってる。なかなかすごいよね。そうそう、びっくりしちゃった。え、こんなバッグすごいとこで撮ってるの。みんなあれで、みんなあの同じスタジオで撮ってるからわかんない。横に書いてあるっていうか、みんな同じ。あ、そうなんだ。なんで事務所だったかな。そう、モデル事務所で。それで可愛い子がやってんの。そうそう、みんな可愛い子やってるね。なるほど、バッグがいる。なるほどね。どんどん真似するから。でもなんか見た感じはそんなさ、うん、スタジオで撮ってると思わないよね。真っ白だったりするけどさ。真っ白って言うか、真っ白って言うか、なんかスタジオっぽくない。スタジオなんだよ。ああ、そうか。そうするとまたやらしい。だからバードの練習のとこなんてそうじゃん。みんな同じスタジオ。それ見てびっくりした。あれなんでさ、見た見た、ちょうど私いっぱい、なんか、え、見たけど、もう同じスタジオでさ、で、なんかカメラマンみたいな人いてね。あ、それは知らない。それでこう、やっぱこういうなんか大きいほら、あれ、光当てて。そうなんだ。みんな結構プロがやってる。アクセスが多くなる。多くなるとね。どれちゃやってる。世界で大丈夫。世界中か。だけど予約してスクイーズセンター行ったけど、そうでもなかったな。あんまりいいのなかった。うん、好みが違うのかな。アンジと二人で、って感じ。でも面白いよね。周りの親子とか見てると面白いよね。あ、そう。お父さんが結構ノリノリの人とかさ、あ、そう。あ、これいい音するよねとか、これ買いだねとかさ、すごいさ。ユーチューバーじゃねえの。お父さんこれこれみたいなさ、すげえさ、こんな買うのみたいなさ。そうだよね、この柔らかさどの子なの。そう、ほとんどのお父さんはさ、端っこの方でこうさ待ってんだけどさ、そのお父さん面白かった。こんなにノリノリだったら子供は嬉しいだろうなと思って。いい音だよねと、これ買いだね。面白かった。それ横で見たら面白いなと思ってさ、一つずつさその後ろで見てさ、面白いなと思って、そしたらアンジュもう帰るとか言うからさ、あれの、そうなんだ。アンジュは飽きやすいよね。っていうかね、アンジュはね、あれが好き。何？食べ物系。
あ、食べ物の形のやつ、うん、こういうパンとか、パンとかそういう、この間買ったのは何だっけ、何買った、メロンパンがなんか3つ入ってる、なあそこなんていうんだっけ、ピクニック、ピクニック、ピクニック好きみたいね、うん、ピクニックいいね、ピクニックね、この間行った時知らなかった、分かんなかった、行かなかったの、うん、それで調べて行って、ピクニックが安くてね、うん、いろんなのがあるじゃん、いろんなのあってでかくて、そうそうそう、でもみんな触るからさ、くしゃくしゃ、くしゃくしゃのしか売ってない。カントリーマームのでかいのなんてさ、これ定価で買うのかとか、3つぐらいしかなくて、これが一番綺麗だってこれかみたいな。だからネットで買った方がいいんだよ。ああ、そう見て。しかもカード使えないんだよね。そうそうそう。すげえなーとか。どう強気。いや強気じゃないんだよ。何あれ。あれ現金収入じゃなくて、いやうまくいく回らないんだよ。ああそうか。みんな金食って。みんな現金商売にしないと、うん、出したらすぐ潰れる。あ、そうだよね。あんないいとこでね。うん、ああいうところで。みんなね。原宿ってまあ本当に。旬のね。すぐあれだもんね。それでだってあとだからあの手数料取られるからカード会社に 3% もなる。ああ、そうか。そうだよね。だって、あの、モッシュだって使えないんだからさ。あ、そう、そうだよ、モッシュ使えなかったでしょ。重かった時、現金だったでしょ。現金だったかな、覚えてない。現金しか使えない。そうか、あそこなんか使えそうだもんね。うん、お兄ちゃんのほら、新幹線の水スクイーズ、あれいい音だからさ、うん、私はこう振るのにさ、水スクイーズ買いたかったよ、うん、全然売ってないね、売ってない、水スクイーズってほとんど売ってない、なんで人気ない、うん、人気ない、人気なくはないけど売ってない、なんかゼリーみたいな1個、これお姉さんに水スクイーズないですかって言ったら、ないですね、だってあえてこれかなとかっていうのを買ってきたけど、一時流行ったじゃんね、うちでもなんかディズニーのやつ仕入れた、あそこ、あの、ミレバン行けば、あでもな、ミレバン行くとこだ、あれは少しあるよ、なんか飛び出てくるやつ、そう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 、でもあれはもうあんま売ってないね、このスクイーズは根強いよね、なんでだろう、かわいいからかな、気持ちいいから、結局アンジュ買ったの食べ物ばっかりだなと思って、なんかそういうクマさんとかそういうんじゃないんだよね、かわいくじゃない、うん、パンとかなんだっけ、モナカ、モナオーとか、これ買った、ナイス、あ、それでムービーしたら可愛い、もうあげようか、いいじゃない、クリスマス、クリスマスでいい、まあ、絡むんで、あのバナナはどこで買ったの、あのバナナのあれだよ、たくさんピクニック、あ、ピクニックがあった気がする、あったでかくて安いなこれ一つずつにして立てたいなってすごい人気だよな、うん、みんな子供を買ってるもんね、うん、ときめいて飽きないもんね、不思議だよ、キャーキャーやってる、もうそこになると目の輝きが違うよね癒されるとこで、お母さんでもさ、こっちにもあるよ、こんな、なんかスライムこれどうとかさ、一緒にやってんだなと思って、あそこにでっかいスライムあったの、虹みたい、でもスライムそうでもないんだよね、
スライムそうでもない。いやでもすごい人気だよスライム動画って。一番ものすごいよ海外でも。あの買ってる子供たちは。あでもすごい好きだよね。みんな作ってんだよ自分で。そうあれあのあれで作ったのかわいい。だからあの100円ショップで、洗濯のりとあと薬局で放射を買ってきて放射水作ってそれで入れればすぐになるんですよ。あ透明のは綺麗じゃんね。透明のはね、難しい作り方。難しいんだ、透明のめって綺麗だなと思った。透明のやつはだからあんまり空気入れないようにするから。ああそうか。これ作ったの、作った時はさ、ベチャベチャしちゃって、放射が少なかったんじゃない？なんかかき混ぜるのがね、少なかったみたい。バイノーラのマイク初めてだからこう1、2とかって数えてやってたから、こっちがなんかおろそかだったの。すごいよくかき混ぜる。手で持って餅みたいに。餅？餅、餅こうやってだって手で手で出して餅をこねるみたいな。餅をこうみたいにこうやって全部こうやって混ぜる。スライム動画見てみればいいよ。そうだね、いっぱい今度スライム、手作りスライムって検索すればいっぱい出るよ。放射、これ見えるか。うん、じゃあやってみるか。これはね、アンジュのね、かわいいやつでやった。色もつけられるの、その放射っていうのは。色もつけられる。これ色はあの絵の具なんだよ。あ、絵の具でいいんだ。うん、これを何パーセントで見えるのかな。だってさ、放射なんて買うと思う。だってこれスライムって書いてるんだよ、これスライムの作り方。そんなにメジャーってことだ。放射、放射、これ味作ってみる。やってみるか。じゃあ放射これってそんなこんなちょっとでいいの。ちょっとでいいよ。それに水を1リットルぐらいで、よくかき混ぜて。お湯あと何つったっけ。えお湯のができるかな。本当だ、海苔ってさ、海苔って洗濯の海苔もあげるよ。あるけ。今度やってみよう。あ、じゃあアンドゥスでやってみよう。あ、でもアンジュで痛がらない。まずこれ開けるから。あ、そのノリでいいんだ。そうだよ。それで、あのちゃんと動画見てさ、ちゃんとやらないとうまくできないから。そうだな、研究してから行き当たりばったり。難しいよ。俺なんか何回も失敗したの。あ、そう。でもその失敗動画が面白い。ペチャペチャになったりして。そう、ペチャペチャとか固まりすぎて。これで、もっとふわふわスライムだと、ふわふわスライムだと、だからシェービングクリームを入れるわけ。シェービングクリーム、うん、そうするとモコモコスライム。へえ、これは何スライム、どういう系。だから普通の、だから元のスライムだよ。こういうような。だからこれも実はこれでできてるんだよ。ああ、そうだろうね。なんかさ、これは餅みたいな、米粉みたいな匂いがするんだよね。あ、そうか。これで何、放射水を、これで放射水を作って、これをこうカップか何かに入れて、それで放射水をちょっとずつ入れて、こうやって混ぜるね。そうか、混ぜるの、あれで混ぜる。受けるじゃあ今度やってみるね。スライムドーマって今一番だからね。一番だって、よし、人気者になるぞ。よし、じゃあこの、じゃあ洗う。このピチャピチャした音がいいよね。してないな。
じゃんけんじゃないよ私。いや今日さ、今日じゃんけんしてないやって思ったんだけど、私最後にやるのじゃんけんじゃなかったと思って。あれじゃ、なんだっけ、にらめっこだった。誰の見てじゃんけんすんの忘れたとか言って、じゃんけんしたことなかった。ジャンケンはヒカキンとかやってるとか言ってたのに、メニューはもう分かんないけど、はい、じゃあにらめっこしましょう。あっぷー、今度スライムやるね。あ、ここだった。バイバーイ。